ちらでございます。あ、商品になります。はい、ありがとうございます。で、ロコモコ丼をねいただきました。ただで、はい、こんな感じでございます。岡山後楽園前に今日はやってきました。なかなかね来ることはないんですけど、今日はねシメステーキに行こうかなと思います。まあ、なぜ行くかというと、先着100名様でツイッターのアカウントのツイートをねリツイートかなしたら先着100名様にいただけるものがあるということで、今日ちょっと歩いて行こうかなと思うんですけど、まあ天気がいいのでね、後楽園をちょっと歩いた後に今日はやってきたということで、ちょっとねなんかこういうテントとかそういうのがありますね。ちょっと気になりますね、どういう感じなのか。あ、社会実験中、自由な壁時間オレッツシェアリング、こういう感じでゆっくりできるんですね。場所的にはすごい良さそうな感じでございます。はい、で、後楽園弓野町周辺から県庁通りのあたりまで来ました。焼肉屋さんマンボですね、これ。朝じゃないよ、昼からやってるお店です。すごいね有名なお店です。はい、表町三丁目の岡山銀座西大寺町、ちょっとなんか昔ながらの雰囲気の漂う商店街ですけど、まあ、この通りを抜けてちょっと歩いたところに今日の目的地があるんですけど、だいぶ話が脱線してしまいましたが、まあ、こういう場所もあるんだぞということを理解していただけたらなと思います。どうやったかな、あんまちょっと位置感覚がわからないんですけど、田町の方なんでこの辺かな。あ、あれかな、ちょっとだいぶ先、ちょっと先なんですけど、ちょうど信号を越えた、電子掲示板が今左に見えるんですけど、その先ですね。はい、来ました、ようやく到着しました。こちらでございます。ちょっとね、中に入る前にね、ちょっと品定めをしようかなと思います。まあ、こんな感じでね、まあ、いろんなプランがあるんですけど、ライスとね、スープ、おかわり自由ということで、ちょっと入っていこうかなと思います。来ました。いらっしゃいませ。あ、商品になります。はい、ありがとうございます。ちょっとメニュー見させてもらっていいですか。はい、で、これにライスとスープが、はい、で、県庁通りじゃなくてあくら通りの辺にもありますよね。あくら通り、ここはお休みで、こっちは昼の方が夕方の方から。あ、なるほどね、やっぱ田町ということで、
ちょっとオーナーさんにまたよろしく伝えておいてください。はい、はい、で、ロコモコ丼をねいただきました。ただで、で、まあ店内ではね食べることはできないですけど、まあどこで食べるかという、ことになるんですけど、ちょっと歩いて行きましょうかね。本当に脱線しすぎて申し訳ないんですけど、これが田町温泉の宮街にある温泉ですけど、すごいですね。貸し出しタオル石鹸490円、入力料込み3時からやってるとなんですけど、こちらが今日無料提供していただいたロコモコ丼です。もう締めステーキのオーナーの方、そしてスタッフの皆さん、ありがとうございます。はい、こんな感じでございます。もうね、すごいいい香りが立ち込めております。このデミグラスソースですかね、いい香りがしてますね。そしてこの入れ物がエコ的な紙でできてるのかな、そんな感じです。はい、これがね今日のロコモコ丼になります。どうでしょうね、すごいもうね重量感じます。かなり片手でもね、もうなんか納得の、なんだろうな、今日の飯というか、すごいですよ。シメステーキさんのロコモコ丼です。僕も食べるの初めてなんですけど、ステーキはね食べたことあるんですけど、こういうテイクアウトに的な感じのものは初めてでございます。結構ねずっしりな感じです。ハンバーグもかなり大きい。その下にねお米が入っているということです。柔らかい感じが、はい、いきます。まずねこのハンバーグから。うん、あ、めちゃめちゃ美味しい。このソースもねお口に合うというか、あんまりしつこくない感じで、ご飯と合うソースかなと。うん、うまっ。ステーキ屋さんのハンバーグという感じで、柔らかくて子供でもいただけるような。うん、テイクアウトっていうので、まあ冷めたりしたら味が落ちるんじゃないかと思ったりしたんですけど、意外といけますね。やっぱりこの紙でできてるから高温状態っていうのが保たれてるのかな。そう、だからたこ焼きとかね、その和紙とかな、紙で包んで保温すると同じような感じで、この入れ物もエコでありながら多少保温してくれるのかなという感じなのと、まあ普通に、まあ、冷めても美味しい感じかなということでできたんで、テイクアウトするのは非常におすすめかなと思いますね。昼間はね、田町店はやってないので、アクラ通りというか、まあ、リンクというか概要欄に載せてますけど、やってるそうなので、ぜひ、行ってみてください。スピチューブインスタグラム始めました。お得な情報プレゼント企画はこちらから、フォローよろしくお願いします。いいと思ったらグッドボタン、悪いと思ってもグッドボタン、チャンネル登録もよろしく。皆さんご視聴ありがとうございます。今回ご紹介するのは裏番スピチューブですね。こちら編集してない動画や上げにくい動画はこちらでアップしておりますので、ぜひ検索してみてください。裏番スピチューブで出てきます。ぜひよろしくお願いします。